っと待って。狼男とフランケンと全然違うじゃん。あ、お客さん帰ってきたね。そこの人がお客さんに何か用あるみたいよ。誰だろうこのサラリーマン。すみません。私、狼男というものでして、狼男？はい。普段はこの通りサラリーマンとして生活していますが、狼男なんです。わかりました。ちょっと待っててください。早くない？騒ぐぜ。見事な狼だったわ。待たせたな。そこにあった光る丸いランプで変身できたぜ。どうだ、これで信じてもらえただろう。すげえな、本当に狼男だったんだね。食われたりしないかな俺。信じてもらえたみたいだな。本当は満月を見ないと変身できないんだが、そうだよね。調子がいい時は光る丸いもので変身できるぜ。孫悟空もびっくりだな、それ。それはさておき、ビネガーパレスへの潜入方法を調べてるって聞いたんだが、俺の知り合い、ヴァンパイアなら何か知ってるかもしれない。狼男すげえな、知り合い。ヴァンパイアが知り合いなの？ヴァンパイアと俺は古くからの仲でな。どういう関係なんだよ、血は吸われた。それは迷信だ。ニンニクも奴は大好物だし。ニンニク大好物なのか。って、そんなことはどうでもいい。とにかく、俺とヴァンパイアの関係は後で話すとして、まずはローストビーフ行動へ一緒に行ってほしいんだ。ローストビーフ行動ね。なんかもう、よだれが出てきそうだぜ。そこでもう一人重要な人物が待ってるからな。重要な人物ってなんだろう。狼男ヴァンパイアでしょ。フランケンシュタインが出てきたりして、詳しいことは全部そこで話す。行くぞ。狼男ついてくるんだ。さあ、僕装備品をちょっと変えてきました。服を変えたのかな。最低の武器防具だったからね。せめて防具ぐらいはちょっと変えてきた。おお、すごいできた。オーク、でかい。このオークでかいぞ。ちょっと装備変えて。あだだだだだ、射程長いな。くらえ。これでおしまいか。あ、そこまでダメージ入らなかった。オークでかいよ。うわわわわわ、よし、やっつけた。あ、やべえ、俺やられてる。やべえやべえ、ちょっとピーターパンだけだ。あと助けて助けて、早く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 、やばいやばい、シルフィーやられた、シルフィーやられたぞ。あともう少しなのに。おーし、やっつけた。シルフィーやられちゃったよ。さあ次行くか。眼界行動ローストビーフ。男さん、血が騒ぐぜ。ちょっと待って、俺の勘当たったんじゃない？フランケンシュタインでしょこれ。ケンちゃん、強そうな冒険者を連れてきたぜ。ケンちゃん、男さん、俺は狼男を略して男さんと呼んでるフガ。俺はフランケンのことをケンちゃんって呼んでる。ちなみに、ヴァンパイアのことは、バイちゃんって呼んでるぜ。俺たちとパイちゃんは前まで一緒に暮らしていてな。当時武器の販売シェアで1位だったマーロン家で働いていたんだ。
俺は執事、フランケンは番犬。フランケン番犬なんだ。ヴァンパイアは用心棒として、いや、どちらかというと番犬はお前だろう、狼男。俺たちがモンスターにもかかわらず、当主は温かく接してくれた。だが当主の存在を邪魔に感じたビネガーは、マーロン家をドラゴンに襲わせたんだ。もちろん俺たちは懸命に戦ったが、力及ばず、当主は帰らぬ人に。血が騒ぐぜ。そして俺たちはビネガーに復讐を誓った。なのに、あろうことかパイちゃんは、ビネガーにボスとして雇われて、ロストビーフの奥にいるんだ。パイさん、どうしてビネガーの手下なんかに。きっと操られているんだ。パイちゃんが元に戻ったら、ビネガーパレスの潜入方法もわかる。あ、こいつらもわかんねえのか。どうかパイちゃんを、俺たちの家族を救ってくれ。いや、これや、もうやるしかないね、これ。行くぞ。なんで夜に来るかな。血が騒ぐぜ。さあ、メンバーはピノキオ、ピーター、パンパン、シルフィー、シルフィー、あ、ちゃんといるね、よかった。シルフィーちっちゃいからよくわかんない。シルフィー、あの、回復系の、なんかね、呪文が使えるようで、ちょっとシルフィーがいないとね、ちょっと無理ゲー化してしまうので、どっちかというとね、ピーターパンパンとかどうでもいいんだけど、最高。狼男強いのかな。おー、ちょっとでかいの、でかくない。わー、これこれ、ゴーストじゃん。ドラゴンクエストのゴーストそのものだ、これ。いや、敵も結構硬くなってきましたよ。おら、くれ、ケロケロス。よし、やっつけた。さあ、次行くか。この先にいるのかな。ちょっと待って、狼男とフランケンと全然違うじゃん。うわ、マジかよ。もっと可愛らしいやつかと思った。あ、体細、体細いな。これ、これ声優さんあれだな。あー、こっち来た。怖ー、なんか入ったよ。うお、強っ。ちょっと今回ボスだと思わなかった。うわ、コウモリ。どうすんだこれ、コウモリ落とすとか。ほら、お、やっつけた。オッケー、くれ。あれ、あんまダメージ入らなかった。一体だけ本体のはずだ。どれだ。あれ、今攻撃チャンスだったのに全然ダメージ入らなかった。うわー、死んだ。やばい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 、まさかあれ一発で。うん、そう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 、くる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 、やばいやばいやばい。はい、おっしゃ。で、まずい、まだ間に合い。よっしゃ。あ、ダメだ。ピーターパンパンもやられちゃった。狼男はゲストなんで何回やられても復活するんだよね。だからもう今もう3人でなんとかするしかない。うわー、味方呼びやがった。で、武器変えて、これでファイナルです。ふっ、許さないです。もうちょっと、あともうちょいだね。怒ってる、ですって言ってる。うわ、コウモリきついな。ふっ、
回復して武器変えて、よし、あぶね、もうちょっと、はい、やばい、こらー、やばいの食らった。そう、俺助けて、頼む、狼男、やばい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 、来て来てる来てる来てる、ふっ、危なかった、あの攻撃食らったらやばいな。許さないです、私はコウモリにもなれるのです、行くぞ、本体を見つけろ、本体どこにいる、ほら、はい、違かった、来た、今のうち、かかとブレイク、よし入った、手ごわかった。パイちゃんやばかったね。パイさん、どうしてビネガーなんかの手下になってるんだよ。パイさん答えてほしい。フガ気づいたんです、ビネガーにはどうやったってかなわないって。え、許さないです、だがお前らはビネガーへの復讐を忘れることはないだろう、そして再びビネガーに戦いを挑めば今度は確実に殺される、そう思った。だからってビネガーの手下になる必要はないはず。フガ、ダンジョンのボスをやり続けビネガーからの信用を得てビネガーに近づいた、その時これでファイナルです、自らの手でビネガーに天罰を下してやるつもりだった。許さない、フガ、どうしてそんな大事なことを黙ってた。フガ、一人で抱え込んでるんじゃねえよ、血が騒ぐぜ、俺たち家族じゃねえのかよ、パイちゃん、男ちゃん、パイさん、これからは3人ずっと一緒だ、仲直りできてよかったね。あ、そうだった、こいつがビネガーパレスへの潜入方法を知りたいそうだ。ビネガーパレスへの潜入方法、あ、こいつだったら知ってるよね、パイさんほど優秀なボスなら知ってるに決まっているが、いや、私は所詮雇われボスの身、そんなはずないです、アルバイトボスか、潜入方法はトップシークレット、知りもしないです、ダメじゃんお前、ビネガーに復讐もできねえよ、わ、悪い、せっかく協力してもらったのに、お礼と言っちゃなんだが、ショータイムの始まりだぜ、俺をスナック登録していつでも呼び出してくれ、いや、お、狼男よりもパイちゃんの方がいいな、なんかやったー、でもそろそろピーターパンパンを外そうかな、私の家族をよろしくです、ヴァンパイアは友達になってくんないんだね、はい、はあ、そうですか、ヴァンパイアさんが退職届を、もうちょっと使えると思ったんですけどね、退職届出すんだね、ボスなのに、ちゃんとしっかり頑張ってくれないと我が社の武器が売れないじゃありませんか、そうですね、ま、それもスカードンが復活するまでのこと、ビネガー様、ええ、スカードンの力で世界中のモンスターが凶暴化、モンスターの対策に人々は皆武器を買い、我が社はがっぽり儲けるというわけですね、ビネガー様、ウスターちゃんさすが分かってますね、お願いしますよ、新しいキレッキレのアイデアを期待してますよ、ありがたきよ、これあれなの、なんかラスボスちょっと俺ラストの展開ちょっと分かっちゃったな、まあ言わないけど、さて次は彼を使いますかね、グフフフフ。